さあそれではここまでの第1マッチ第2マッチハイライトで振り返ってまいります。第1マッチは平野美宇前田美宇ペア対鈴木梨花ヤンハウンのペアです。さあこのゲームは鈴木ヤンハウンが取るんですけれども、結果的には11-10、11-9ですから本当に大接戦になりました ね、はい、ねでやっぱりその中でもねあんまり台から下がらなかったですよね、ヤン・スズキはね、それが良かったですね。さあそして第2マッチのシングルです、まあ、再三お話をしていますが全日本選手権で平野美宇を下した井出沢高校生チャンピオンと、まあ、ベテランという年ではないですけど森桜の対戦、はい、第1ゲームは大きくリードされたところから井出沢が挽回して第1ゲームを逆転で制しましたが、井出沢はその後第2ゲーム第3ゲームと取りました。これは森桜の精神力の強さも ね、やっぱりあの変化ボールをやっぱりこう苦にしなかったですよね、思い切って振り切りましたね。